はい、はい、皆さんおはようございます。スーパージャパンカップ2022の2日目、今日も北海道の選手をインタビューしようと思いましたけれども、ちょうどね、会場の入り口でですね、北海道から幕張まで応援に来た北海道のダンス愛好家発見しましたので、何か一言お願いします。はい、おはようございます。昨日から来てます。今日も楽しみにしてます。昨日はもう感動して涙出ました。初めて見て、あ、スーパージャパン初めてですか。初めて。もうみんなすごい、北海道で踊ってるのと全然違うの。ああ、そうですか。ね、素晴らしいです。天気も良くて満喫してます。もう今日も一日頑張って応援してきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。選手の皆様頑張ってください。今日もインタビューよろしくお願いします。はい、皆様結果が気になると思いますけども、今日の結果はこちらの QR コードですね。こちらの QR コードで見ることができましたので、選手が北海道の選手、テロップでね、背番号を入力するようにしますので、その番号があるのかないのか、よろしく確認と応援よろしくお願いします。さあ、スーパージャパンカップダンス2022、今日の調子いかがですか。今日の調子です。めちゃめちゃいいです。頑張っております。私が見た感じもキレキレで踊ってますので、今日はね、なかなか見に来れないと思うんですけども、生で見に来てほしいということで、この辺の紹介をしてほしいと思います。来たる6月22日ですね、水曜日、プレミアホテル椿さんで北海道インターが開催されますので、皆さんぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、北海道選手のインタビューです。今サンバ終わって息上がってるところ、無理言って、インタビュー答えてもらってます。お名前お願いします。広川優里です。広川香織です。さあ、スーパージャパンカップ調子いかがですか。絶好調です。はい、いつも通り笑顔で頑張ります。今日はね、北海道からも応援の声援が来てますからね、はい、というふうにこちらに来る方もいるんですけど、なかなか遠方には来れないと思うので、リアルで彼らの踊りを見たい人に向けてメッセージをお願いします。ですね、今までに見たことないぐらい、エネルギッシュにパワーあふれた踊りをしますので、応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。6月22日北海道インター、ぜひ広川組応援にリアルの会場でお待ちしてます。はい、お願いします。お願いします。はい、北海道の選手のインタビューを継続します。お名前をお願いします。佐藤圭介です。さあ、今ルンバを踊り終わったことですけど、今日の調子はいかがですか。はい、そうですね、今回結構久しぶりのスーパージャパンカップなので、ちょっと緊張しております。はい、なんかもうちょっと自分の力出せるかなと思うんですけども、次まだパスあるんですけども、次のパスをもともと頑張ってたので、A フロア1番から、はい、久しぶりの大会ですごい緊張してるんですけど、 B フロア86番から95番まで自分のやれること精一杯やりたいと思います。はい、でですね、なかなかね、リアルでこの大会お届けできないんですけども、次6月22日北海道インターがありますので、その大会に向けての意気込みと応援よろしくお願いしますみたいなメッセージをお願いします。はい、実は前回の毎日ハットに出場してきました。今回北海道の大会がラテンは初めてなんですけども、北海道インターなので、北海道インター、北海道の他にいっぱい元気に届けれるように今から練習しておりますので、ぜひぜひ応援しに来てください。お願いします。頑張りますので応援よろしくお願いします。ぜひ皆さん会場でお待ちします。よろしくお願いします。お願いします。はい、北海道の選手のインタビューです。名前をお願いします。こんにちは、北海道のケンズダンススクールの白戸香取と本間カレンです。はい、スーパージャパンカップダンス今ルンバを踊ったところですけれども、調子いかがですか。やっぱりこう全国のビッグコンペでどうしても気持ちが高ぶっちゃうんで、
ちゃうんですけど、しっかり冷静に自分たちのダンスができるようにやっていきたいなと思っております。いかがですか？あまり大きな大会にこういう全国大会に出たことがないので、今日は一日楽しみたいと思います。さあ、ビッグコンペを経験して一回り大きくなった踊りをですね、ぜひ北海道で生で見てほしいんですけども、そのあたりの宣伝もお願いします。そうですね、僕らもそうですね、こうして北海道のダンス界を盛り上げれるように精一杯こう頑張っていきますので、ぜひ皆様の応援を糧に精一杯頑張ってください。ぜひ応援よろしくお願いします。北海道インターも頑張ります。頑張ります。6月22日北海道インター、ぜひ応援にお願いします。お願いします。はい、北海道の選手のインタビューです。名前をお願いします。上野ダンススクールの近藤雄一です。今ね、ルンバ踊れ終わったところですけども、今日の調子いかがですか？はい、絶好調です。楽しくしょうがありません。楽しいです。競技会を楽しんで踊ってるってことなので、ぜひですね、今日は皆さんスーパージャパンアップ踊りを届けることはできないんですけども、6月22日北海道インターがありますので、ぜひ近藤組を生で応援をお願いします。カメラに向かってメッセージをお願いします。皆さん応援来てください。北海道インター待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは北海道の選手のインタビューしたいと思います。まずお名前をよろしくお願いします。どうぞ。上野ダンススクールの小西健太、大月舞香組です。本人の名前を声をお願いします。上野ダンススクールの大月舞香です。はい、スーパージャパンカップダンス20222日目プロラテンなんですけども、今日の勝者いかがですか？バッチリです。バッチリ。まだ落ちないんで分かんないです。まあこれからね、少しずつウォームアップして本番に出るの始めますけども、最後に何かこうカメラに向かって今日のやる気をパッとこう一言とポーズでも何でもいいですから、はい、お願いします。スーパージャパン、僕ら2年ぶりの出場なので1回でも多く踊れるように頑張ります。楽しみます。応援よろしくお願いします。はい、それでは北海道の選手の紹介したいと思います。またお名前をお願いします。石橋俊明です。渋谷直美です。さあ、今日はですねスーパージャパンカップの2日目プロラテンなんですけども、調子はいかがですか？はい、この日に向けて体を仕上げてきたつもりなので精一杯踊りたいと思います。頑張ります。さあ、今日はね全国大会ということで、なかなか生で愛好家の皆さん見れないと思いますけども、北海道で次を踊る大会、その紹介も兼ねて一言お願いします。はい、6月22日の北海道インターに向けて今日 の踊り弾みがつくように頑張っていきたいと思います。なんかありますか？応援よろしくお願いいたします。はい、画面越しの皆さん、ぜひ会場で石橋組の応援よろしくお願いします。はい、皆様、今日も北海道の選手をインタビューしたいと思います。それでは早速お名前をお願いします。はい、上野ダンススクール所属の村田大輔と村田博美です。さあ、今日はですねスーパージャパンカップ2日目ということで、プロフェッショナルラテンアメリカンなんですけども、調子はいかがですか？いや、調子はもう絶好調ですね。そのために練習してきたので頑張ります。今日はね、カジュアルな感じでやってますけども、今日の意気込みをですね、ちょっとポーズを交えて画面に向かってよろしくお願いします。わかりました。16番から26番まで、はい、頑張ります。Aフロア52番から頑張ります。59番です。皆さん、応援よろしくお願いします。はい、皆さん、今日はですね、私が並んでいるスタジオと同じ同門のホームの選手にもインタビューしたいと思います。じゃあお名前お願いします。佐藤和樹と佐藤千夏です。イケメンと美女ですね。ダンスも期待できると思いますので、ちょっと今日の一言、意気込みなんかをお願いします。今日はもうしっかり練習してきているので、それを全力で出して結果出そうと思います。頑張ります。はい、そうですね、見てる方にたくさん応援してもらえるようなダンスを踊りたいな。
北海道の選手のインタビュー継続していくんですけども、今ラテンのプロラテンの一次予選やってるんですけども、まだ準備をされてない選手がいます。というのはですね、昨年度の成績が良くて一次予選が免除されているということなんで、シード選手になるんですね。そのあたりを紹介したいと思います。まずお名前をお願いします。宮下和弘です。はい、北海道のレジェンドチャンピオンですね。今ウォーミングアップしているところを、インタビューしてもらって協力してもらってるんですけども、今日の調子を伺いたいと思います。今日は絶好調、いい感じです。いっぱい入れました。はい、昨日もね、スタンダード出場してお疲れだと思いますけども、今日も頑張ってほしいと思います。はい、でさらにですね、6月22日北海道インターあるじゃないですかね。リアルでぜひ応援に来てくださいというようなメッセージを言っちゃいましたけど、お願いします。まあ、気が早いですけど、6月22日もぜひ応援にいらっしゃってください。生でぜひ生で私たちの踊りを見てください。6月はどこでしたっけ。椿プレミアホテル椿です。プレミアホテル椿までぜひ足をお運びください。お願いします。よろしくお願いします。では頑張ってください。